現役メジャーリーガーのプレーなら、ひいきチームでなくても見たいものです。そんなファンの期待を大きく裏切ったのが、史上最悪の助っ人こと、ジョー・ペピトーン選手です。巷ではクソ助っ人だったとまで言われています。多くの外国人選手が日本でプレーしましたが、ペピトーン選手ほど悪行を重ねた選手は他に見当たりません。今回は彼の経歴を振り返りながら、メジャー、そして日本で起こした悪行の数々を紹介していきます。ペピトーンの生い立ち。1940年10月9日、アメリカ・ニューヨーク市のブルックリンで生まれたペピトーン氏。貧民街に生まれたため、幼少期に父親から虐待を受けるなど、恵まれた生活環境ではありませんでした。本人はある雑誌インタビューで幼少期を次のように振り返っています。ガキの頃は貧しくて、ピアノを習うためには金持ちの家から盗んでこなければいけなかった。趣味は釣りだけどまともな釣りではない。マンホールに糸を垂らしてドブネズミを釣るんだ。現在でも貧困層が多く住み、犯罪率も高く、アメリカ人ですら避けたくなる街、ブルックリン。そんな貧民街で育ったペピトーン氏は9歳の時、叔父に野球を教わります。叔父は、ペピトーン氏の野球センスに惚れ込み、メジャーリーガーにさせるため、厳しく指導しました。想像以上に厳しい練習と暴力を振るう叔父。思春期のペピトーン氏は嫌気がさし、非行に走り始めます。叔父を灰皿で殴り、大怪我を負わせると、喧嘩三昧の日々を送るようになりました。高校時代には破天荒な性格が災いし、クラスメートに銃で撃たれてしまい、生死をさまようほどの重傷を負ってしまいます。こうした悲惨な経験が、後の悪行の原因となってしまったのかもしれません。重傷を負ったものの、スカウトの評価は高く、1958年、ペピトーン氏は18歳で、地元のヤンキースに入団します。1962年には、憧れのメジャーに昇格しますが、ペピトーン氏の中の悪魔が目を覚ましてしまうのでした。メジャーでの悪行。地元ファンからヤンキースの主砲、ミッキー・マントルの後継者として期待されたペピトーン選手。1966年には31本塁打を放ち、ゴールドグラブ賞を獲得するなど、攻守にわたり活躍を見せます。しかし激しい気性は相変わらずで、乱闘では真っ先に飛び出すなど、素行の悪さが目立つようになりました。やがて自分のファンにも手を出し、酒やギャンブルに明け暮れ、練習や試合をサボってしまいます。球団はこの行動に対し罰金を課したものの、ペピトーン選手は、そんなもんヒット一本で取り返せる、と反省する素振りも見せませんでした。こうしてペピトーン選手の悪行が生まれたのです。荒くれ者のペピトーン選手でしたが、この頃から目に見えない敵と戦うことになります。ドライヤーをロッカーに持ち込むほど自慢だった髪の毛が薄くなってきたのです。まだモテたかったペピトーン選手は悩んだ末、カツラを用意しました。普段用と試合用を使い分けるこだわりぶりで、手入れ道具の入ったカバンを常に持ち歩くようになります。しかし、当時のカツラは簡単に外れるものばかり。ある試合ではライト前ヒットを打ったものの、走塁中に落ちたカツラを拾いに戻り、アウトになる珍プレーを見せます。球団は、これでペピトーン選手は外へ出るのが恥ずかしくなり、おとなしくなるだろうと考えていました。しかし、ある日、球団に10万ドル近くの請求書が届きます。なんとペピトーン選手は球団のつけで遊び回り、当時の日本円で約3600万円もの大金を使い込んでいたのでした。見かねたヤンキースは1969年シーズン終了後、ペピトーン選手をトレードでアストロズへ放出しました。ヤンキースよりも規律が厳しいアストロズでしたが、ペピトーン選手は全く従おうとはしません。遅刻と門限破りは当たり前、時には無断で欠場することもありました。ヤンキース時代と同様の生活を送っていたある日、ペピトーン選手はダブルヘッダーの試合で強烈な悪行を見せます。試合直前に二日酔いで姿を見せ、眠くてボールが見えないとテーブルの上で熟睡し、試合を欠場しました。これを見たハリー・ウォーカー監督は激怒。ペピトーン選手も少し申し訳なく思ったのか、2試合目では、ボス、見ててくれと打席に向かい、決勝ホームランを放ちました。これで野球に向き合うと思われたものの、オールスター期間中の練習はボイコット、挙句の果てにニューヨークへ帰ってしまったため、無期限停止処分を受け、自由契約となりました。1970年にカブスに移籍したペピトーン選手は、レオ・ドローチャー監督に目をかけられ、安定した成績を残します。
しかしこの頃からペピトン選手は精神安定剤に溺れていました。精神安定剤は服用し続けると歩行困難や視覚障害などの副作用があると言われています。その影響で徐々に成績は悪化し、ドローチャー監督ともたびたび衝突。1973年にブレーブスに移籍するものの、出場はわずか3試合。シーズン途中で移籍先を探すことになります。日本での悪行。数々の悪行を行ってきたペピトン選手は、活躍の場を日本に移します。問題児ペピトン選手の獲得に名乗りを上げたのが、万年 B クラスのヤクルトアトムズでした。ヤクルトは所属する外国人選手の衰えと A クラス進出の思いから、メジャーリーガーのネームバリューだけでペピトン選手を獲得してしまいます。この移籍についてメジャーの関係者は、もしペピトンが日本で活躍したら、その監督の手腕は世界一だと発言。もう手の施しようのない状態であると見ていたようです。ペピトン選手の本性を知らないヤクルトは、1973年6月、空港でペピトン選手を球団社長自ら出迎えるなど、VIP 待遇。そして6月23日に、4番ファーストで初出場を果たしたペピトン選手は、決勝タイムリーを放ちます。当時の三原治監督は、さすがですよ、そのうちとんでもないホームランを打つよ、と評価していました。しかしここからペピトン選手の悪行が始まります。球団はペピトン選手の人気に便乗して、ダブルヘッダーの日にイベントを開催。ペピトーンデーと名付けて、女性と子供に内野席を無料で開放すると、多くのファンが球場に足を運びました。試合前の花束贈呈で上機嫌のペピトーン選手。しかし第1試合で無安打に終わると、機嫌を損ねたのか、第2試合にペピトーン選手の姿はありませんでした。主役がいないイベントにファンは大ブーイング。この欠場についてペピトーン選手は、日本のマンションの入り口が低いから頭をぶつけたんだ。それで目がかすみ、頭が痛いと話し、早速サボり癖を発揮します。それでも三原監督はペピトン選手に厳しくすることはありませんでした。その後ペピトン選手は離婚協定を理由に無断で帰国。1ヶ月後の8月8日に再来日すると、彼の悪行はヒートアップしていきます。8月11日の復帰戦では、スパイクを忘れたと出場を拒否。これまでペピトン選手をかばってきた三原監督もこれには激怒。罰金3万円を命じられたペピトン選手は、自分で用具を持つ日本のスタイルに慣れていないんだとよくわからない言い訳をします。さらにその3日後には、手に豆ができた、痛くてバットを振れない、休ませてくれと試合を欠場します。そのわがままぶりに、もはやメジャーリーガーのプライドや面影を感じることはありませんでした。その後もペピトン選手は何かと言い訳をしては、試合と練習をサボり続けます。ある日、球団事務所に乗り込んだペピトン選手は、アキレス腱を痛めた。治療のため帰国したい。俺は帰るから残りの報酬と飛行機代をくれ。そう言い残し帰国してしまいます。また、同じ部屋に住んでいた同僚のクリート・ボイヤー選手に、電話代と雑費の請求書を残し、約90万円を球団側に払わせることもありました。我慢の限界を超えた三原監督は、ペピトンは来季の戦力に加えないでくれ、とフロントに告げます。しかし2年契約であったため、球団はもう一度チャンスを与えました。いろいろ迷惑をかけたけど、今年は初心に帰ってやり直す。そう意気込みを見せたペピトン選手でしたが、いつまで待っても来日しません。球団が心配して連絡してみると、飼い犬の飛行機代を請求するなど、最後までお金を絞り取る悪行ぶり。さすがに球団側もさじを投げ、開幕前にペピトン選手を解雇しました。日本滞在約2ヶ月で、出場数はわずか14試合。悪行の限りを尽くし、日本を去っていきました。引退後の悪行。日本での悪行の噂はアメリカでも広がっていたため、ペピトーン氏は野球選手として復帰できず、引退に追い込まれてしまいます。しかし引退しても彼の悪行は終わりません。1985年のコカイン所持による逮捕に始まり、殺人以外のあらゆる犯罪に手を染めます。近年になってようやく反省したのか、薬や酒もやめて穏やかな生活を送るようになりました。しかし2021年に再び騒ぎを起こします。ミッキー・マントル氏が1967年5月14日に放った記念すべき通算500号の本塁打。その際に使用したバットが野球殿堂博物館に展示されています。ペピトン氏は突如、この記念すべきバットは自分のものだと言い出したのです。
バットの返却をめぐり連邦裁判所に訴えを起こしました。ペピトン氏は記者の取材に対して次のようにコメントを残しています。バットのスピードが出るように自分のバットを貸したんだ。試合が終わったら知らないうちにバットがなくなっていたんだよ。現在ではバットのグリップエンドに背番号やイニシャルが彫られています。しかし当時はそのような習慣がなく、誰のバットなのかを示すものがありません。ペピトン氏は博物館に貸すことは認めていたが、求めればいつでも返却する条件だったと主張しています。しかし野球殿堂側はバットはあるべき場所に展示すべきと返却を拒否しています。野球ファンの間ではお金が欲しいだけなのではとも噂されています。訴訟の行方は不明ですが、マントル氏はすでに亡くなっており、ペピトン氏のものであると立証するのは難しいのではないでしょうか。幼少期を過ごした環境がその後のペピトン氏の悪行を生んでしまったのかもしれません。サボることに関しては一流であったペピトン氏、日本では面白い助っ人外国人として語り継がれていってほしいものです。